い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日は久々にオールドヴィンテージボールグラブ、じゃじゃーん、はい、ルイビルスラッガーでございます。お客様がヤフオクで 1,2 年前に入札されたそうなんです。で、息子さんとキャッチボールするのにちょっと使おうかなということで、奈良市の依頼をいただいたんですが、こちらのラベルのもので、それからこれ HB って入ってますよね。ヒラリック&ブラズビーさん、あの創業者のブランドだと思うんですけど、それが入ってる、まあいろいろね、過去のカタログ等を見てみたんですけど、ちょっと分かりませんでしたが、順番にね考察していきたいと思います。どうぞ。はい、それでは順番に見ていきたいと思います。ババン、こんな感じでございます。まあ、あのフォルムから、最近のスタイルではないとお分かりかと思うんですが、親指小指の感じとかですね、あと土手はシングルパームレースでございます。ただ金属ハトメが入ってないんで、めちゃめちゃ古くはないということですね。で、向こうのモデルかと思ったんですが、この革の感じとか、まあ、この革の感じだとそんなにあの高額なモデルではなくて、普及版の一般に市販されているものだと思うんですけど、 L66 ちょっとわからなかったです。125とかよくね、シリーズで聞くんですけど、というのもどうだろう、2003年ぐらいにはもうこのラベルじゃなくなってるんで、これですね。日本ではじゃない、世界的にこれですね。今またあのロゴ新しくなってますけど、当時これ TPX、 野球用は TPX のラベル、ソフトボールは TPS のラベルで販売されてました。2003年から日本では今もうあのルイビルのグラブね、ないですけれども、販売されておりませんが、最近まで販売された、最近ってちょっと何年も前だけど、最近販売されていたところでは、もう TPX になってたということですね。うん。ですので、こちらどうだろうと。で、ケンタッキー USA とありますが、それはあの、日本製のこちらのグラブでも、まあ、ケンタッキー USA と入りますんで、多分予測するに、20世紀後半、1990年代前後だと思うんですけど、日本で作られた軟式用ではないかなというふうな予測ですね。この指のところには、USA ステアハイド、それから、まあ、北米ステアで、ナイロンスティッチ。この縫い糸がナイロンっていうのはね、すごい当時画期的だったらしくて、時々入ってますけど、ということは古いということですね。ポケット部分にはディープサクションポケット。サクションっていうとなんか、吸引力みたいなことだから、キュッとこう、掴むよっていうことだと思うんですけど、これは2000年前後のカタログまでうちあるんですけど、そのカタログのグラブには入ってましたんで、そういったことかなと思うんですけどね。L66。これがモデルナンバーかどうかも不明ですけど、多分そうですよね。で、シンス1884、ルイビルスラッカー。で、この、丸も入ってないです。ここね、ぐるりの丸も入ってない。普通、どっかなかったっけ？うん。こういう風に焼き印なんですけどね。うん。で、ケンタッキー USA でしょ？で、ここは、ウィズ・ザ・ペナント、ウィズ・グラウンド・ディフェンス、ジーニュイン・プロモデルと。いうことですね。プロモデルってことなんですけど、やっぱり、普及版ということになると思います。この感じからいくとね。はい。で、いろいろね、この裏もね、普通ジャパンとか USA とかね、チャイナとか入ってるけど、これ入ってないんで、うん。ムートンのところがこれを不織布みたいなのが貼ってますね。まあこういったところからも、まあ廉価版だったのではないかなというふうな予測ですけれどもね。硬さとしては昔の軟式の硬さの感じがいたします。で、さっきね、ここにね、USA ステアハイドって入ってるのにね、ステアっていうのは、まあ3年ぐらい経った去勢したお寿司なんですけど、
ここはフルグレインカウハイドと入ってるね。カウハイドっていうと女の子だけどね。フルグレインっていうのはあの銀面、あの銀面がしっかりついたあのフルグレインですね。うん。切りはみ。うん。あとどうだ、特徴的なのは、さっきのこれですよね、ヒラリック&ブラズビーさんのブランド。これ前は これがここについてたりバットについてたりしたけど、ここにはここにルイビルスラッガーってね、また押し型が押してある。うん。で、気づいたのは異様にこう指掛け紐が細いっていうね。小指も細いぞ。ちょっと頼りない感じしますけど、レースは割とでも薄いか、薄いの使ってるな。うん、テネシーローハイドだと思うんですけど、ちょっと薄いですね。うん、ギリギリだし。うん、そうだね。ここ面白い通し方してるんですよ。まあ日本的な感じだから、これ日本のグラブかなと思うんだけど、はい、シングルポストですね。まあシングルポストは当時どうだろう、昔はほらワンピースとか、あーツーピース、それから、バスケットウェブ、その後ぐらいにシングルポストが流行ったのかな。我々が子供かちょっと大きくなった学生ぐらいの感じの時のグラブっぽいニュアンスです。すいません、しっかりわかりません。私鑑定ができるわけではございませんので、まあアーカイブのためにね、動画撮ってるわけですけど、まあ、不思議な、いろいろ調べましたがね、一時期2000年から2003年ぐらい、ここルイビル、ルイビルって書いてあるやつ、書いただけのやつがね、日本でもらわれてて、これルイビルスラッガー USA でちゃんと書いてあるね。うん、その後は大概これでございますね、 TPX で125シリーズ、当時125シリーズ、125シリーズって言ったけど、これ当時シングルポスト日本製で、なんと当時の価格で8800円っていうね。ああ一昔前はグラブも安かったなっていうことですけどね。でもう当初から、2000年当初からここはダブルシングルパームレース、あ、ダブルパームレースになってますので、はい、それがまあシングルでこの革の感じですから、多分もう一世代前というふうな、1990年代前後だと思うんだけどな。うん、はい、ということでいろいろねお話をしていきましたが、オールドヴィンテージボールグラブということで、最近ではもう珍しいルイビルスラッガーのラベルがついたグラブのご紹介ということで、まあ、慎重にね、鳴らししていこうと思うんですけど、うかつにやるとね、古いやつはねどっかに歪みが来たり割れたりするんで、まあでもこれあれですよ、その高くないなって言うんだけど、このヘリガーもちゃんと8800円なのにね、天然比較使ってますからね。これが当時安いのは人工合皮、合皮使ってたんで、これ壊れてくるんですね。これ全体こう皮使ってることで、長持ちする、ひび割れも少ないということになりますね。ライニングこんな感じですね。作り自体はちゃんとやってますよ。取った感じはまだ途中だけど、オールラウンドでしょうけど、非常に大きい感じがいたしますね。はい、どうでしたでしょうか。はい、どうでしたか。ジャギーン、ルイビルスラッガーのこの、ラベルかっこいいですよね。うん、なんで日本でやめちゃったのかなって、それだけ日本市場がねなかなか野球は厳しいということだと思うんですけれども、こちら紹介したヒラリック&ブラズビーさんの夜勤をしたルイビルスラッガークラシカルモデル L66 ケンタッキー USA ですね。はい、面白いグラブだったかなというふうにね思うんですけどね。うん、ちょっと揉んでみてどんな風になるかね楽しみなんですけど、はい、時間があればねこのオールドヴィンテージボールグラブもっと広げたいんだけど、なかなかね下調べもいるしね、頑張ります。
それでは皆さん、さようなら。Thank you.